はい、どうもフメイドです。今回ですけど、つむつむの動画になりまして、邪悪な妖精マレフィセントのスキルレベル4を使ってみたという動画になります。で、効果時間が5秒で必要積む数が22で、自分は新しい携帯に変えたんですけど、サラサラフィルムっていうのね、あの動かしやすいやつを買ったんで、まあ、前よりうまくスキルが使いこなせるんじゃないかなと思うので、まあね、まずは5000コインを目指してね、やっていきたいんですけど、はい、まあとりあえずね、経験違いのアイテムを使って、であとタイムボムをめっちゃ作るというのをね、やって、まあ、5000コイン以上を目指していきたいと思います。それではやっていきます。はいめっちゃ噛んだまずはフィーバーをどれだけ早くいけるかっていうのが肝。きっとで、あとは次にどれだけ早く、あーまだいけないか、 OKOK、 スキルに移れるかっていうのが重要。あとはどれだけ連チャンできるか、やばい、沼ってる。いやー、やばい。いやー、今の痛い。今の痛いな。めっちゃヘボかった、今。とりあえず、残り30秒で、3000コインいくように頑張る。よし、順調。いいんじゃないんでしょうか。順調ですよ。いやー、ちょっと待って、いやでも残り30秒でいけそうやね。OKOK、 6000コインいけそうやね。これオッケー。ちょっと沼った。OKOKOK。あ、OK。これ6000超えるよ。このままいけば。辛い。OK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 。いや、めっちゃ順調じゃない。あとはスキル連チャンをして、いいですね。OKOKOK、 順調。いや、順調やん。めっちゃ強ないこれ。スキレベ4でこれやで。いやー、どんぐらいいくかな。
いやでも順調っすね。8000コイン目指すか。いや順調、慣れてきたし、このツムに慣れてきている。不明だよですたまにねミスるんだよね。やっぱいや7000いきたいな。いやー無理やった、7000いかんかったけど、それでもさ6500は超えてきたね。とちょっとね集中しすぎてあんま喋れてないけど、と強ない、スキルレベル4でこれだったらだいぶ強いな。おーいいじゃないですかこのツム、やはりトップ3に入るレベルのツムやな。はい、まあなんでね、多分ね8000コインは夢じゃない夢じゃない、うまくやればいけます。で今ちょっとイベントやってるんですけど、今のやつねクリアすればスキルチケット手に入るんで、スキルレベル5をね目指してねまたガチャをやっていくんですけど、はい、またよかったら、そのね動画を出すんで見てください。それではご視聴ありがとうございました。失礼します。